運営に物申す。運営さん、このままだとまずいです。小学生みたいな武器調整。ああ、もう、マジで KRM 使ってやつ、ほんま。もうこいつマジでさ、これ、ガチでゲームを楽しむ人も減っていて、出会い系サイトみたいになるのは時間の問題です。今年で交際になるカミコです。COD 歴は1ヶ月です。猛者の方、キャリーお願いします。一応これ裏垢なんで、ちょっぴりエッチなのもありです。皆さん一緒に、COD をぶっ壊す。最高ということでね、はいどうもカミです。今回なんですけども、生放送でね、かなり面白い試合があったんで動画にしてみました。で、まあ、このサーチ&デストロイの試合なんですけども、今のランクマッチですね、まあ、レジェンド隊の現状が、全て凝縮されているような試合となっています。はい、トリップ前、KRM の外役で、レジェンド隊の低さ、レベルの低さですね、もう全てまとまっていますんで、もう1分から10分まで今回は神回となっています。でね、この試合の最終スコアなんですけども、自分確かね、19キルぐらいして負けたんですよ。ちょっと意味がわかんないですけども、早速解説していきましょうか。で、やっぱりね、そのサーチ&デストロイのコツといえばなんですけども、やっぱりその下からですね、やっぱり自分はそのパターンですね、メルトダウンやったらこの地下から行って、その自分のお決まりパターン、ルートっていうのをしっかり決めておくべきですね。で、ここから右に出たら絶対にね、この煙突、角待ちしてる敵がいるので、そいつを買っていくという風な感じで、で、これ3対3ですね。3対3で、このちょっと B でね、味方がやられているので、そっちに行く感じなんですけども、さあこれね、しっかり遮蔽物を利用しながら打っていくと。で、これちょっと味方が下から行ったんですけども、これトリップ前にやられてしまうんですよ。うん。なんですけども、これね、ちょっと自分も、トリップ前に引っかかってしまうと。これやっぱりね、そのハードラインつければいい話なんですけども、いくらなんでもこのトリップ前が本当に多すぎる。うん。でね、まあ、この、まあ、味方もなんですけども、SR ですね。SR なんですけども、さあこれ外していって、で、これトリップ前を自分のお墓ですね。お墓を焚いていって、しっかり抜かれていくという感じですね。もう自分のお墓も、作っていくと。ね、自分の死後も、しっかりね、準備していくと。もう素晴らしい感じの、プレイとなっておりました。はい。で、これ2セット目なんですけども、ちょっと2セット目もね、これ地下から、もうひたすら自分は地下から、同じパターンルートから行っております。はい。で、これしっかり敵がいないと、これ抜けていくという感じですね。で、これしっかり相手側の建物の2階も警戒しながら、SR ですね、これ警戒しながら、さあ抜けていくという風な感じでさ、この下にいますので、はい、これ1セット目と同じパターンじゃないですか。で、大体ね、自分ってこういうパターンが本当に決まっていて、どのマップでもこういうパターンがあるんですよ。なんでね、こういう風な感じで、しっかりルートを決めると、自分のね、安定したキルとか、安定したね、まあ、キル数とか稼げますんで、これは非常におすすめです。はい。で、これも同じ感じですね。さあ、同じ感じでいくんですけども、さあ、これ、いて、しっかり一人目やっていって、で、トリップマインがね、見えましたので、これ、引き打ちですね。引き打ちしながら、トリップマインが起動しないように、打っていくという風な感じで、さあ、これ、二人やっていくんですけども、さあ、KRM、最強武器、拾っていくんですけども、さあ、敵がいたんですけども、さて、これは ADS して、決め打ちかなと思いきや、腰打ちと。いう風な感じですね。いや、本当にね、打ち合いぐらいさせてほしいって感じですよね。KRM って。で、ここなんですけども、ちょっとパターンを変えて、1人目やっていって、で、2人目なんですけども。ああ、もう、マジで KRM 使ったやつ、ほんま。派遣武器。はい、来た派遣武器。やっぱ KRM が最強やわ。でね、ここでバチが当たったのかわかんないんですけども、配信が途切れてしまうと、ね、という風な感じ。これひどいの、マジで。売り飛ばしていい、マジで。誰か買いますこの撮影機材。まあ、ゴミ。5試合に1回ね、これ止まるんすよ。というような感じのオンボロ撮影機材を使ってますんで、ちょっとね、生放送の時とかに良ければスーパーチャットよろしくお願いします。さて、これ武器選択見せていって、コルダイトを使っていくんですけども、コルダイトってね、やっぱりその近距離戦がすごく弱いんで、ちょっとこれ地下をね、避けていきたいところですね。さて、これ上から通っていくんですけども、さしからこれ A をね、まあ、占拠していくという風な感じで、さあこれ、はしごから登ってくる敵も警戒しつつ、まあ、クリアリングしていくという風な感じで、ちょっと味方がね、結構詰めていってるんですけど、これはちょっといらない前押しでしたね。さて、これは味方と一緒に、詰めていくんですが、さて、これしっかりやっていって、これはね、キルパクされていくという風な感じで、さあ4対2ですね、4対2で、ちょっと解除だけ怖いんで、一旦、A ボムを、見に行ってあげて、でいないって確認してからちょっと索敵していくんですけども、さて言いましたね、遠距離しっかり抜いていって、もう一人抜いていくという感じで、これめちゃめちゃ気持ちよかったですね。完璧という風な感じで、これ遠距離も近距離も、対応できるコルダイトという感じでね、まあ、本当に SMG 最強はコルダイトでいいんじゃないでしょうか。さて、ここで MP5 に切り替えていって、再び、地下からね、
進行していきたいところなんですけども、これ KRM に、警戒していってという感じなんですけども、さあこれに、敵の建物の2階に、アークティック、インキャティックですね、がいたんですけども、さあそいつにね、出たら多分抜かれてしまうので、これちょっと一回引いていきたいところですね。ちょっと裏でもね、まあ、自立の方でもやれてしまうので、そいつをちょっと買っていきたいところなんですけども、いやー、それちょっとやり逃しちゃんがね、非常に痛くて、それがね、多分、これ味方やれてしまったのかな。そう、あれでやれたら、多分味方は守れたというふうな感じなんですけども、さあ1対3。これはね、しっかりゆっくりゆっくり、一人ずつ削っていきたいところなんですけども、さあこれ下から行きましょうか。これ裏を取るような、イメージでやっていきたいんですけども、さてこれいいでしょうか。ゆっくりゆっくり索敵しながらやっていきましょう。さあゆっくり索敵していって敵がいたのでしっかりやっていくというような感じで、これでもね、まだ1分もありますんで、これゆっくりゆっくりね、一人一人削っていきましょうか。さてこれリロードしていって、これねたまたま覗いたら敵がいたんでしっかりやっていく。で残りはねショットガンですね、 KRM なんですけども、これフェイント入れながらやっていくと。いやーこれちょっと悔しいですね、非常に悔しかったんですけども、KRM 使ってるやつは絶対童貞というような感じで、敵も味方も SG だらけなんですよね。で、SG 使ってるやつに限って大体女スキンっていうね、いうような感じで、さてこれもね、同じルートで行きたいところですね。さあ MP5 を使って、これ地下でね、買っていきたいところなんですが、やっぱりね、この出たところに大体その SG とかトリップマインとかロケカスとかいるんですけども、この試合は、インキャティックとアークティックでしたね。で、これちょっと諦めて、で、違うルートから行きたいような感じなんですが、さあこれ B から行きたいですね。さあこれ B から行って、おそらくね、まあ、敵は B ノーマークだろうというふうな感じで、これ予想が的中して B を、まあ、取り抜けて、でこのアークティックなんですけども、さあこれ見られてしまいました。さあこれ裏から、行くフェイントをして、でここから登っていくというような感じですね。さてここで構えていって、おそらく来るでしょう。さあこれしっかり勝っていくというような感じで、さあ残り1人なんですが、さあこれ、味方が接敵しているんで、これは、キルパックではなくて、カバーです。カバーです。はい。まあ、結構ね、まあ、4対3というような感じで、まあ、結構、その、自分もキルを稼げていて、まあ、勝利に貢献できているんじゃないでしょうか。さて、さあ、これね、まあ、再び B ノーマークというような感じで、これガバガバっすね。もう全員多分 A に、行ってるんでしょう、敵はね。さて、これ、通り抜けていけるんですけども、これ、味方がね、これ、一気に死んでしまうんですよね。さあ、これ、味方も死んでいって、さあ、これ、やっていくんですが、さあ、これ、さすがに頭一個出したらきつい。まあ、本当にね、この試合に限っては、SG とトリップ前にしか、もう、外役にしかやられてないんですよね。さて、これね、まあ、あと、16キル、この時点でしてて、で、あと4キルすれば20キルというような感じで、やっぱり、キルしたいこそいつも通りに、ね、キルしたいこそいつも通りのルートを通るべし。さあこれ SR がいたんでね、これしっかり帰っていくんですが、さあこれ違うルートから行きましょうか。さあこれいたんですが、いやーちょっとそこね、削りきれないところがやっぱりカメさんのね反省点でしょうか。さてこれ、ちょっと探しているんですが、さあこれ上でやられていますね。さあこれいるんですけども、さあこれしっかり買っていって、さあ4対4さあこれ敵が上がってきてるんで、しっかりキャラコン、意識してやっていくんですが、いやーこれ結構厳しいですね。さてこれ出たところに、さあこれ敵がいると、さあこれもしっかり滑り打ちでやっていく。いや本当にね、でこっからです、問題のシーン、こっからが問題のシーンなんですが、もうこいつマジやさ、これこいつマジやばいぞ、これがランクマッチの現状なんですよ。これ、それはもうやめるっしょ、続出するわというふうな、もう環境ですね。いや、ちょっと運営さんも、なぜこの KRM をね、無料配布したか、ちょっと意味がわかんないんですが、これね、この人も、トリップ前に引っかかっていて、瀕死という感じですね。これね、ちょっとまあ、その A にボムを仕掛けられて、で、これ二人ともね、まあ、揃って、まあ、A に行くというような感じなんですが、さて、これ、まあ、一人入っていって、で、これ多分ね、もう一人やれるのかな。そう、もう一人、やれていくんですが、さてこれ、1対2。さあこれしっかりやっていって、で、1対1ですね。さあこれ確かアークティックだったんですけども、僕の MP5 拾われたんですよね。さあ僕の MP5 拾われていってるんですが、さあこれショットガン。ないぞ、あし。諦めたね、今。背中の傷は剣士の恥やな、これ。これもうツッコミどころありすぎでしょ、これ。
それではね、今回これで終わりたいなと思います。ぜひぜひね、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは。